はじめます。こんにちは。こんばんは。どうも、伊原理香です。本日は、ディン、Go to 小豆島ということで、今まだ6時台なんでございますが、家族と一緒に小豆島に旅行に行っていきたいと思います。姉が後ろで飛び跳ねております。そういう感じで、家族旅行を楽しんでいく様子をちょいと Vlog 的にね、YouTube で撮れたらなと思っておりますので、ちょっと浮かれちゃって、しおりなんか作っちゃって、ちょっとまだ未完成ですが、作っちゃいました。ので、行ってきたいと思います。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。はい。一人タイタニックしてる人。小豆島に到着いたしました。まずはオリーブ園というところに、ちょっとねあいにくの天気なので雨が降る前にオリーブ園に行きたいと思います。イエーイ、小豆島に着きました。まずはオリーブ公園です。ちょっと曇ってるけど超綺麗です。気になってたオリーブソフト、オリーブオイルが入ってんのかな、よくわかんないけど、そんなソフトでございます。ちょっとおいっ子様ファーストなのでこんなことになっておりますが、いただきます。うん、あ、サバヤコオリーブやわ。後味、うーん、うまい。ベタベタ。後でそうしね。美味しい。次に行ってみよう。続きまして二十四の瞳の映画村へやってきました。すごい、ここになんかロケセットとかあったり給食食べれたりするらしくて、あ、なんとやばい、夜の女たちのこれ、何ポスターって言うんかな、で私が舞台でやらせてもらった夜の女たちのポスター、あるすごい、この建物で21の人の映画見れるみたいです。恋とかじゃない、普通こういうとこって言うかじゃん。うわすごい、うわ一人だけコブダイや。あとはタイ、なんかあとタイじゃない、なんか。見て。鯉のようなタイ。すごい。ママ。ここ見たい。わあ、めっちゃいい。素敵。めちゃめちゃいいやないかい。なあ、え、すごいこのカメラ、やば、すごくない、あ、すごい照明とか、あんま変わってないな、今と形はカメラは違うけど、見て、かわいい、なに、魔女の宅急便ロケセット、いいよ、ねえ、報告してる。あれ変わったね。かわいい。これ見て、まーちゃん。見て。なにこれ、豆変な物件と言っていい。あ、中二や。中吉。あなたはどんな人を旅の相手に選びますか？一緒に歩き、一緒に見、一緒に感じ、一緒に語る。一番贅沢な人です。そういう友を持つあなたは。おお。そして沖を通る船に手を振りましょう。叫びながら。ああ、よくわからないです。
極上醤油ソフトクリームのミックスです。醤油だって香ばしい美味しソフトです。マカモミール美味しそう。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。朝ごはんからの おはようございます。本日の第一発目は宿の朝食場から見えたエンデルロードに今から行ってみたいと思います。すでに綺麗、今日は晴れております。ありがとうございます。行ってきます。すごい、エンデルロードでございます。どこが好きですか？可愛いとこ教えてください。おてて。うん、可愛い。次は？顔。顔。どうですか？今回の旅行は。うん、まあ、全ていい感じにいってるんではないでしょうか。こんなに天気がいいですし、急にディレクターやってくれたの。あ、いいですか、もう。はい、お願いします。道の駅行きたいです。安全点で、これ右、あの信号左全然違う。しかも出てきてるのに。これが、これ左、うん、これ何、なんかオリーブ見とって。あ、この度3本目、うん、3つ目のソフトクリームです。甥っ子様がまず第一なので先にあげたいと思います。すいません。甥っ子様、ソフトクリーム食べるやろ。私にエントランしてもらったからもう食べてください。はい、芋ピッピ、ありがとうございます。うまそう。すごいね。すごいな。お待たせしました。ありがとうございます。あ、なんか生クリームの下にアイスも入ってる。うまっ。そして本日何個目でしょうか。アイスクリームいただきます。たい焼き乗ってる。こっちの動画もおすすめです。よかったら見てね。